ンポジウム2019第2回目を開催いたします。私はですね、京都工芸繊維大学の教員を務めています笠原と申します。ちょっと最初にですね、今日 の、 予定をざっとお話しして、そこからですね、進めたいと思いますが、お手元にたくさんの資料がありますが、まあ、一応順番に、発表者順にですね、関係する資料を順番にまとめていますので、まあ、参考にしていただければと思います。で、一番上にですね、今日のですね、趣旨、プログラム、そして裏には講師の紹介という情報が入っておりますけれども、およそプログラムはですね、まあ、およそこの、順番に従ってですね、お話、進めていきたいと思います。で、途中休憩挟みますが、14時、まあ、おそらくちょっと過ぎると思いますけれども、その後ですね、1時間余りですね、まあ、最大でも5時半過ぎぐらいまで、ですけれども、程度でですね、座談会を前で、今日のシンポジウムに登壇いただく先生方と一緒にですね、座談会をやって、でその後ですね、18時から隣のですね、いつも通りなんですが、この道を隔てた西側にあります、まあ、小さな建物プラザ KIT というところで、まあ、懇親会をやります。たくさん、どなたでも、お越しいただけますので、会費制で1000円になりますけれども、大したものは出ませんが、ちょっと、よければですね、お越しいただければなというふうに、思っております。それではですね、早速ですけれども、今日の、テーマについての、趣旨説明ということを、私の方からさせていただこうと思います。このシンポジウムは、これまでにも何度かお越しくださっている方もいらっしゃるかとのではないかと思いますが、建築都市保存再生学コースというのをですね、5年前にですね、本学設立しまして、大学院の、まあ、コースであるわけですけれども、それで、教育研究を進めております。で、教育の概要としましてはですね、趣旨としましては、そのいわゆる文化財保存とか文化財修復のコースではなく、あといってまたもちろん新築のコースでもない、活用を回収ということを前提にした、いわゆる保存再生と我々は呼んでいますけれども、コース、そういう人材を育成すべく設立したコースになっておりまして、東京、後で座談会の時に参加いただきますけれども、東京駅の近辺の再生改修をリードされた田原幸雄先生をですね、客員教授として、お迎えしておりまして、今もですね、毎週のように東京から通ってきていただいてまして、その実習形式で改修計画を立てていく、要するに、文化財的価値の高い歴史的な建築物の保存再生の計画を設計まで、調査及び設計までを1年間通じてやる、そういう課題をベースにですね、その再生学コースというのをやっています。で、合わせて特別講義というのも、行ってまして、その一環でですね、このシンポジウムを開催しています。今回が今年度の第2回目になりますが、大体もう1回ですね、2月、チラシがお手元に入っていますけれども、予告と書いたものですけれども、東京でですね、これは保存再生学特別、研究会というちょっと名前が違うというわけですけれども、東京で同じようなですね、シンポジウム形式の会をですね、開催する東京駅前です。2月14日になりますけれども、もしよろしければお越しいただければと思いますが、
そういう形で年に2、3回ですね、こういうシンポジウム形式をの会をですね、開催しております。今日はその今年度の第2回ということになります。これまで第1回から3回まではですね、素材、鉄筋コンクリート、レンガ像、それから鉄筋コンクリート像、それから木造ということを、まあ、1年ごとにですね、テーマに、シンポジウムを開催して、改修のあり方というのを考えてきたわけですが、去年、昨年度からですね、もう少し、テーマを変えてですね、材料というよりも、まあ、保存、あるいは活用ということを大きなテーマにしてですね、その都度、まあ、マネジメントに焦点を当てたりですね、改修のあり方を考える会をですね、開催して、シンポジウムを開催してまいりました。で、今回は、今年度の第2回目で、前回も実は、歴史的建築物の保存活用に担う人材と組織について考えるというふうに銘打って開催しました。8月4日だと思いますけれども、でその時は東京から、文化庁の、根津さん、そして、東京のヘリテージマネージャーの行政講座を立ち上げられる金山さん、そして、古材文化の会でですね、見守るネットという、会をですね、リグループをですね、組織をリードしておられる笠原さんにお越しいただいて、東京と京都、全国的な規模で、この在り方を考えたわけですけれども、どうもまだ十分じゃない、当然いつまでたっても十分ではないんですけれども、もう少しですね、話がどうしても東京、京都だとかみ合わない部分もありますので、もう今回は京都に絞ろうと。我々がいるこの京都を事例にですね、今後の、保存活用をの在り方をですね、人材組織というものに、少し、絞りながらですね、考えていこうというのがですね、今回の趣旨という、そうですね、テーマということになります。で、それを踏まえた上でですね、ここから少し、お時間いただいて、私の、今日の会のですね、ための、情報、前提となる情報共有の、説明を少しさせていただこうと思います。今回、そして、前回ですね、第1回、今年度の第1回の、このシンポジウムで、大きなテーマとしているのがですね、実は今年度からですね、文化財保護法が改正されたということが一つの大きなきっかけになっております。それを受けてですね、全国的な規模で、こういう歴史的建築物ですね、文化財、いわゆる文化財になっていなくてもですね、歴史的な建築物の、保存や活用、改修が、保存よりもですね、活用ということが大きな目標になりました、大きく変わりました、それを受けてですね、じゃあどういうふうに、京都でやっていくべきなのかということが今日のテーマということになります。で、もういらっしゃっている方々はよくご存知のことかと思いますが、確認の意味でですね、少し文化財保護法の改正の趣旨を簡単に説明した上でですね、進めたいと思いますが、2019年4月に改正された文化財保護法が施行されたということで、大きなテーマは保存、これまでは保存が大きな、中心だった、ものがですね、活用へ向けて大きく動き出すということですね。でここではですね、よく言われているのが指定文化財、いわゆる登録文化財を含みますが、だけでなくてですね、そういうものにさえなっていない、しかし歴史的価値の高い、に指定の文化財もし視野に入れるということが挙げられますし、大きな特徴になっていますし、さらにですね、歴史的建築物の点的な保存活用から地域ぐるみでですね、総合的に保存活用に取り組んでいくということです
ですね、まあ、もちろんこれまでの電源地区とかある種のある程度の面的なものはありましたけれども、もっと総合的にですね京都全体で、その、保存活用計画を立ててですね、どうやって取り組んでいくかというような、まさに地域ぐるみの保存活用に、大きく移行をしたということ、さらにですね、まあ、これまで文化財保護法ですから、あの国の法律として、文化財の保護を扱ってきたわけですけれども、その権限がですね、国から都道府県、あるいは市町村など、まあ、地方にですね、権限が移譲されるという部分があります。例えば、都道府県が総合的な施策の大綱を策定するとかですね、現状変更の許可を国ではなくて都道府県ですね、市町村が実施するですね、まあ、国の重要文化財、まあ、は国の文化財であってもですね、地方に、ある程度ですね、権限が移譲される部分が出てくる、そういう意味で余計 より地域の取り組みというものが重要になるということも特徴として挙げられます。それからこれも前回話題に出ましたけれども、まあ、あのこれまではですね、所有者と、まあ、行政とかですね、という関係で直接こうやり取りをして、まあ、文化財にしたりですねということが、まあ、多かった、わけですけども、もちろん京都はあの後でもご登壇いただきますけども、町線というのがあったりですね、京都市景観まちづくりセンターなどが間に入って、もう10年20年ぐらい前からですね、所有者と行政とそれから民間を結ぶ活動をされていますけど、これは京都ではなくて、京都というのは特殊といい意味で特殊でして、他の地域ではなかなかそういう団体というのは、なかったわけですけれども、所有者の相談等に応じられる民間団体がですね、文化財保護活用支援団体という形で指定できるようになって、これによってですね、スムーズに、あるいは総合的にね、所有者の、まあ、相談に応じて、まあ、保存、建物の保護、保存、それから活用、改修といったことに、まあ、相談に乗ると、いうことが、まあ、できるようになって制度化されたというわけですね。まあ、この点が、こういった点がですね、非常に大きな、違い、改正された部分であるということです。まあ、大きく言うと保存から活用、あるいは国から地域へということになるかと思います。それでですね、まあ、今日のテーマはですね、京都になるわけですけれども、京都のですね、保存活用への、まあ、これまでのですね、取り組みをちょっと確認しておきたいと思います。まずは行政、なんですけれども、まあ、ここに挙げたものは、近年の、まあ、京都市によるですね、歴史的建築物の保存活用の、まあ、制度、あるいは取り組み、なんですけど、後で石川さんの方からもっときちっと詳しくですね、お話があると思いますけれども、ごくごく近年、ここ数年、10年以内ですね、のものでも、こんなにたくさんいろんな制度整備が行われているということが、まず、非常に、分かるかと思います。で、あとで石川さんから、詳細はあると思いますが、京都を彩る建物や庭園というですね、市民が選ぶ、まあ、言ってみれば登録文化財予備軍というものが制度が制定されて、最近はですね、その建物に対しての補助金が出るようになったりですね、改修について補助金が出るようになったり、まあ、さらに制度整備が進んでいるわけですけれども、登録文化財あるいは重要文化財、登録文化財あるいは市の指定文化財に、まあ、ならないようなものでもですね、先ほど言ったことが言うと未指定のですね、あるいは文化財未満のもの、について、たくさんできるだけたくさん、歴史的価値のある建物を選んで、まあ、それに対してこうある程度支援をしていく、その保存に向けて支援をしていくような制度ができてたりですね、それからこれは非常に全国に先駆ける制度であるわけですけれども、いわゆるですね、建築基準法の適用除外、条例がですね、非常に早くからですね、整備されてきているわけですね。2012年に木造の、
に対しての適用、建築基準適用除外ができるようになって、さらにですね、翌年にはですね、非木造ですね、つまり鉄筋コンクリート造やレンガ造といった、いわゆる、まあ、近代建築が念頭に置かれていますが、についてもですね、建築基準適用除外が、まあ、されるようになった。しかもこれは、こういう取り組みはですね、近年、各地で地方自治体にですね、進みつつあるといってもなかなか少ないわけですけれども、この近所だと神戸、それから最近奈良がですね、始まっていて、それから東京の方面だと横浜とかですね、そういうところで建築近代建築についてもですね、建築基準法の適用除外で、それによって建築基準法があるとですね、建物の歴史的価値が損なわれるような形で建物改修がされる可能性があるわけですけれども、それがですね、この適用除外ができることで歴史的価値を尊重しながらですね、別途安全性を確保するというようなことができるようになったというわけですね。これは、徐々に全国で動いている進みつつある、条例ですけれども、しかし京都はですね、特にすごいのはですね、国の登録文化財のについてもですね、この条例によって建築基準法の適用除外ができる。国のものに対して、京都市の条例で、建築基準法の適用除外ができるようになる。これは画期的です。近代建築についての建築基準法適用除外の第1号というのはこの近辺の神戸でですね始まって、キートの検査場というのはその第1号になった、全国の第1号になったわけですけれども、それはしかし国の登録文化財とかではない、京都神戸の、特定のですね制度に、で選定された建物だったわけですけれども、それが京都ではですね登録文化財も全て含まれるように、これは本当に画期的なことだと思いますけれども、さらに、例えばですね、建築基準法の除外の際のですね、手続きをですね、簡略化するような条例まで、包括合意基準というものですけれども制定されて、よりスムーズにですね、適用除外が進む、あるいは改修が進められるというような制度ができたりですね、町屋についての条例がですね、町屋の保護ですね、条例が去年施行されています。町屋の解体の自然届け、これも画期的なことですけれども、さらには、改修や修理の補助金が出されるというようなことが、次々と行われているわけですね。この最後のやつもものすごく画期的なことなんだと思うんですが、京都を彩る建物や庭園の方で、補助金が出る。でこれはですね、事実上という書いてありますが、この国の登録有形文化財に対してですね、修復に補助金が出るような仕組みになっている。つまり正確に言うと、登録文化財にこう直接は京都市からはもちろん補助金は出ないわけですけれども、登録文化財になったものは、ほぼもう無条件にですね、京都を彩る建物や庭園の認定を受けることができる。そうすると、それに対して、京都市から、修理の補助金ということは、事実上です、国の登録文化財になっていれば、すぐに京都市から補助金が出る、そういう意味で事実上と書かせていただいていますが、そういう制度です。本当にこれも画期的な制度だと、こういう形で、京都市はですね、非常にこう早くから保存活用の取り組みの制度を、たくさん作ってきているというわけですね。京都に、いらっしゃるはですね、そんなぐらい当然だと思われるかもしれませんが、これ全国で見ると本当に、非常に何ていうか充実したですね、制度だと思います。私は2年ほど前に、いわゆる五大都市、かつての五大都市と呼ばれるところ、それはですね、具体的には横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、これがかつての五大都市であるわけですけれども、今は京都も神戸も五大以下ですけれども、規模の大きさとしては、ですが、かつて五大都市と呼ばれたところにの、都市計画局とか、それから文化財保護課にインタビューに行ったことがありますけれども、それ、五大都市と比べても、文化財の保護に関して、充実した、最も充実している
のがですね、京都市であるということが、まあ、非常によく分かりました。まあ、それほどですね、全国的に見ても、まあ、画期的な制度整備ができていると思います。一方ですね、民間についてはですね、今日京都市景観まちづくりセンターの西井さんにもお越しいただいてますけれども、20年前にはですね、京都市景観まちづくりセンターができて、これはですね、単に行政側ではなくてですね、住民と企業、あるいは行政といった事業者ですね、そして行政といったものをつなぐ、そういう組織であるわけですけれども、さらにその中でですね、特に京町屋について、まちづくりのファンドが作られたり、立ち上げられたり、それから京町屋カルテといいまして、町屋のですね、調査の、まあ、報告書というんでしょうか、詳しい、様子をですね、価値、あるいは現状を、非常に国名にですね、記録したカルテというものを作成して、今後の保存、活用が、まあ、検討しやすいように、まあ、そういう整備をしている、あるいは、まあ、京町屋の継承ネットという形で今度はこう継承についての組織づくりですね、ネットワークづくり、そういうものを整備したりですね、次々と行政だけではできないようなことを、まあ、次々と展開していらっしゃる、その詳細は後でお話しいただけると思いますけれども、それから古材文化の会はですね、まあ、民間の、認定 NPO 法人、という形で今活動されていますけれども、これもやはりもう25年も前にですね、設立されて、まあ、いわば人々と一緒になって建物を保存活用する、まあ、市民、も一緒になってですね、あるいは建築家も、それから地域の人々、そして所有者の人たちを一緒になって建物を保存活用する、していく、そういう支援をする、まあ、そういう会だということですが、こちらではですね、京都市と一緒にですね、京都市文化財マネージャーの育成講座を担当されているわけですね。まあ、近年ですね、ヘリテージマネージャーというものが、全国で、広がっています。もともとは1995年の阪神大震災がきっかけになって兵庫県で、作られたというものですけれども、いわゆる新築の建物を作る建築、一級建築士、あるいは二級建築士、建築士の方々が中心になってですね、歴史的な建築物、文化財のみならずですね、歴史的な建築物の、まあ、保存、あるいは活用に向けて、まあ、マネジメントをできるような人材を育成しようということで始まったものですけれども、それがこの20年近くでですね、非常に全国に広がっていて、今、47都道府県中45都道府県というふうに聞いてますけれども、にまで、その講座が広がって、始まって、で全国ですでに4000人ぐらいのいわゆるヘリティージマネージャーが育成されたということであるわけですが、京都市、京都ではですね、ちょっと特殊といいましょうか、京都府という単位、他のところはみんな都道府県単位でやってますけれども、京都府ではなく、まあ、京都市が中心になってですね、そして古材文化の会が中心になって、この育成講座を、まあ、実施しているということですね。それが2009年から始まって、で、これもまた京都が画期的だったのは、他の都道府県ではですね、まあ、1級もしくは2級のいわゆる建築士の方が、その資格を持っていらっしゃる方が受講する、こう発展型のですね、講座であったわけですけれども、要するに大学でいうと大学院のような形で開かれ開催されていたわけですけれども、京都市の文化財マネージャーでは建築士でなくてもですね、受講ができると、いうことで、その点でも新しかったわけですね。つまり、何も建築士の方だけがこういう文化財的歴史的価値の高い建物を守っていくわけではないというわけですね。そういう資格を持ってなくともですね、できることはあるということで、まあ、そういう、まあ、裾野を広げるという形で、まあ、開かれた講座が開催されたということが非常に大きかった
と言えます。現在もそれが続いていて、これはこういう活動も全国に広がりつつあります。一級建築士でなくともですね、参加できる講座というのが増えつつ、あるところを、まあ、京都市のものがあのマネージャー文化マネージャー講座がですね、それをリードしたというわけですね。さらに、どんどん活動されていまして、この前、小物会という形で、まあ、文化財マネージャーの卒業生のネットワークができたり、さらにこの前の、このシンポジウムで、笠原さんにですね、国際文化の会の笠原さんにお話しいただきましたけれども、まあ、見守るネットというのを使って建物の所有者を文化財マネージャーがサポートする、そういう組織を立ち上げるという形で、本当にこう充実した活動がですね、二十数年の間にですね展開しているというわけですね。まあ、ですのでこういう、まあ、行政そして民間でですね、活用に向けた取り組みというのは 今のところ京都では幸い非常に充実した形で進んでいる、わけです。ですがやはり課題はあるかなというふうに思っています。で、今日の、まあ、あとの座談会にもつながるかなという課題をですね、少し挙げています。これ結構勝手なことを言っているかもしれません、あるいは、お互いにはですね絶対に言えないようなことを私は勝手に言っているかもしれませんですが大学ですので、なんていうかなそういう、こう利害関係といいましょうか、こう直接言いにくいようなことみんなで考えていく開かれた場にしたいと思いますので、まあ、なんていうかそういう課題だというふうに受け入れていただければなと思いますが、まあ、一つはですね今回の直接のきっかけになった文化財保護法の改正ということが、まあ、に対してですねどういうふうに対応するのかなというのがまだ、今のところ見えないということがあります、まあ、これは、まあ全体の課題かなと思いますけれども、例えばですね新しくこう作られる文化財保護保存活用支援団体ですね、先ほど申し上げましたけれども、それがですねどういうふうに選ばれるのかですね、あるいは選ばれたところでどういうふうに活動していくのかというのがまだよくわからないわけですね、まあ、そういう課題が一つは挙げられますし、それからまあ時折私もいろんなところでこうインタビューをするんですけど、学生の修士論文の執筆のための調査ですね、に付き合って、まあ、インタビューなんかにこう同行するとですね、なかなかこう制度的に京都市の制度は優れているんだけれども、まあ、いろいろ補助金の制度なんかもあるんだけども、実際にはなかなか使えない部分もあるんだというようなことも伺います。こう対象となる建物っていうのが少なかったりですね、それから時間がかかるとかですね、実際のこう事業の形態に合わないというようなことを聞きます。で、まあ、そういう実務的な部分での問題というのはやはりあるだろうというふうに思いますし、それからあれだけ京都市ではですね、非常に充実した制度ができている、あるいは国際文化の会が街づくりセンターのですね取り組みがあるわけですけれども、我々でですねこの大学で、まあ、保存再生学コースというのをやってますけれども、私が普段の活動から見ていると、特に近代建築についてはまだまだなんか不十分な部分があるというふうに感じています。町屋とかですね、あるいは古民家とかですね、木造についてはかなりの支援、活動が展開されているように思うんですけれども、いわゆる近代建築ですね、レンガ造とか、それから鉄筋コンクリートについては、まだやっぱりなかなか、こう保存活用がスムーズにいくには至ってないなという気がして、まあ、その辺をどうしていったらいいのかということも挙げられるかなと思います。まあ、できればですね近代建築の解体の届け出制、町屋の届け出制に習ってということなんですけど、そんなことができればより全国に先駆けるのではないかとかですね、そんなことも考えています。それから文化財マネージャーの育成がですね、まあ、京都だけ先特殊だとか京都市と文化財、古材文化の会と市政が担当しているんですけれども、他のところでは都道府県の単位で、しかも建築士会がですね、担当中心になる、まあ、それに対して、京都がちょっと違うことが、まあ、その影響はないのかとかですね、
京都府の方は大丈夫なのかとかですね、まあ、そんなこともちょっとこう心配されるなというふうに懸念されるなというふうに思います。それからですね、今日さっきちょっと雑談でもいろいろ話してたんですけども、なかなかこうマネジメントの部分には焦点が当たるし、そのこれまでのいろんな実績もあってですね、その人のネットワーク作り、あるいは組織作りですね、制度設定も、まあ、マネジメントについてはこう割とうまくいっているように思うわけですが、一方で、最終的な成果物のですね、デザインについてはですね、まだいろいろ考える余地があるのではないかなというふうに思います。最終的にはやっぱりデザインというのが大事、これは飾りという意味ではなくて、こうデザインによっては歴史的な価値がですね、大きく損なえられる場合もあるわけで、あるいはデザインによっては非常にうまくですね、歴史的な価値と新しいものが共存しうるわけです。ということは、やはりデザインというのは重要であるというふうに考えるわけですが、まあ、そういうところもですね、今後はやるべきことがあるのではないかなというふうに思います。さらに言えば、まあ、文化財マネージャーですね、いわゆるヘリテージマネージャー、と同じですけれども、さらに活躍の幅が拡大されるということが期待される、なというふうに思います。今以上にですね、その文化財になっていなくともですね、歴史的な建築物の改修時には必ずマネージャー、文化財マネージャーが入ってですね、アドバイスすれば、先ほどのデザイン上の、懸念もですね、多少は薄められるということがあるのではないかと、まあ、そんなことをこれは私のこれまでの経験とですね、知識で勝手なことを申し上げているかもしれませんけれども、まだ課題はあるなというふうに思っています。 もちろんこれはごくごく一部です。まだたくさんの課題はあると思いますけれども、今後より良いですね、歴史的建築物の保存活用に向けて、まあ、皆さんと一緒にですね、考えていくことができればなというふうに思っております。ということで、私の、話は以上です。